ジャンサイア,アブドゥマリクはインターナショナルマスターとウーマングランドマスターの称号を持つカザフスタンのチェスプレイヤー。年齢と性別のカテゴリーにおいて世界ユースチェス選手権で2回優勝した経験を持つ。6歳の時に兄と一緒にチェス学校に通い始め2007年1月に全国大会で最初のトロフィーを獲得した。2008年彼女はテヘランで開催された。 アジアユースチェス選手権とベトナムのブンタウで開催された世界ユースチェス選手権の両方で女子 U8 の部で優勝した。2010年にポルトカラスで開催された世界ユースチェス選手権で銀メダルを獲得した。その結果、ウーマンファイドマスターの称号を獲得した。2011年、インドネシアのタラカン市で開催されたアセアン、エイジグループチャンピオンシップスで優勝し、 ウーマン・インターナショナル・マスターの称号を授与された。同年、同年、ブラジルのカルダス・ノバスで開催された、世界ユース選手権で、女子 U12 のタイトルを獲得した。2013年9月、世界ジュニア・チェス選手権で準優勝した。この功績により、2014年6月、アラブ首長国連邦のアルアインで開催された第1回、アニュアルアジアン・チェス・エクセレンス・アワーズで、 2013年の20歳未満の最優秀女子選手に選ばれた。2013年11月、チェコ共和国のブルノオープンで7、9ポイントを獲得した。2014年、アジアンウィメンズブリッツチャンピオンシップで銅メダルを獲得した。2015年、ハンティマンシースクで開催された世界ジュニアチェス選手権で銅メダルを獲得した。 2016年、カザフスタンチェス選手権女子の部と、ポーランドのブロツワフで開催された第6回、クリスタイナ・ホルジュ、ラッツカウスカメモリアルで優勝した。女子チェスオリンピック、女子世界、チームチェス選手権、女子アジア諸国、チェスカップに出場した。2016年のアジアンネーションズカップでは、団体の銅メダルと、個人の銀メダルを獲得した。ありがとうございます。